南国バイパス、高知県高知市高須一丁目南国バイパスは、国道32号、国道55号のうち、高知県港南市の市町東野から、高知市小倉町までの区間の道路名である。1970年から暫定的に供用が開始され、幾度かの延伸、拡幅を経て、1989年3月の上郡の一町内完全4車線化により全線の完成。 を見た。最後に開通した旧の市町内の区間を特に、野市バイパスと呼ぶことがある。一方、新物部川橋に沈めから、高知市街にかけての区間は、高知龍馬空港の最重要、アクセスルートにあたる。かつては、全線55号のバイパス道路だったが、1973年までに55号の本線に編入された。その後32号のバイパスだった。 高知東道路が九百九十七年に三十二号の本線となったのに伴い、高知市ケラから同市、小倉町までの間が三十二号に編入された。なお、バイパス全通まで五十五号の本線とされていた、旧道区間は現在、港南市の市町東野から同市の一町、西野までが、県道二十二号竜河道公園線の一部、その西方の南国市五面町までが、 県道364号南国の一線、南国四五面町の区間が県道45号、南国インター線の一部、さらに西方の高知市、小倉町までが国道195号の一部となっている。高知平野東部の田園地帯を直線上に貫く速達ルートとして開通した、この道路も沿道の商業地下が進んだ現在では、信号機を備えた。 交差点の数が非常に多くなっており、特に南国市大交差点の前後や高知市の高須、崩島地区では朝、夕の渋滞が著しい。通常、最高速度時速 60km の道路では、速度標識が掲げられない。しかしこの道路では60と書いた標識が多数、存在する。 2005年の平日24時間交通量国道195号の南国市街区間の北側に新しくできる予定の道路にも南国バイパスという仮称が与えられている。出店注釈。ありがとうございます。